はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今回はなんですけども、まあスサノオがね、獣神化怪になったんですよね、この子が。ただあまりの低評価の数に私はちょっとびっくりしました。まあ、低評価っていうか、使ってみた本家モンスターストライクさんの使ってみたの低評価数、今ちょっと話題になってるんですけど、すごい低評価多いんですよ、スサノオ獣神化怪。まあ多分一番の原因は正直コネクトスキルなんですよね。今この状態はコネクトスキルが全く発動していない状態なんですけれども、スサノオ回まず見ていきましょう。リジェネ、アンチワープ、友情ブースト、友情ブーストがあるんで友情火力は 1.5 倍で、コネクトスキルラック150以上、要はね、運悪2体またはスサノオラック高い人専用のコネクトスキルです。まあだから運極2体、スサノオ2体みたいな募集とかは今後増えるかもしれないですけど、でまあ友情コンボはね、超強事件山と6番目 SS はどうなんだろう、これまあ今までと完全な感じかなっていう感じのステータスになってるんですけども、そう、めちゃめちゃ低評価なんですよ、スサノオさん。なのでそれを払拭しようと思ってクエスト、まあ本当はね、アルカディアじゃなくて、アバロンがやりたかったんですよ。アバロンやりたかったんですけど、玉露2を選んじゃってたんでアバロンがないんですね。なので何とも言えないところのつくよみ回で試していこうと思います。まず、戦型が、超戦型なんですね。スピード型なんで、壁に触れると加速します。だから、普通にまず、アンチワープの枠として、単純に強いんですよ。アンチワープ反射枠。で、友情コンボの火力見てください。あえてダムスを連れてきました。ダムスを連れてきた理由は、まあ、加速しちゃうっていうのもあるんですけども、友情コンボをね、他のキャラだとこう、他でがっつり削っちゃって、スサノの強さがお伝えできないと思ったんで、ダムスにしました。まあ、本当はね、そう、別のクエストやろうと思ってて選んだんですけど、まあ、この編成でもいけるかなってことで使ってます。ほんとね、スピードは大したもんなんですよ。あ、でもそう考えるとダムスと組ませてよくなかったな。まあ、基本的に暴れます。で、調教次元山がそもそも強い。で、ロックオンワンウェイもね、新しい友情じゃないんですよ。もう全然、一番昔で言えばヤマトタケルが持った友情です。だから全然新しい友情コンボではないんですけれども、それでもね、スサノオさん強いんですよ。こんな感じで、はい、残った敵は全部今処理しましたからね。調教次元山、弱点も拾ってくれるし。友情火力も高い、ステータスも結構高めです。殴れます、しっかり。しっかり殴れて、これでね、低評価っていうのはちょっと私は悲しいんですよね。今までの、もちろん低評価の理由他にもいっぱいあります。今までダメージオール一択だったのに、ダメージオールがコネクトスキルはおかしいんじゃないかとか。まあそれは確かに私も思いました。だってダメージオールの、コネクトスキルアンチワープだったら、多分ほとんどの人が、モーセ行っちゃいますよね。モーセさんに。そう、モーセっていう強すぎる枠がまだいるんで、結局スサノオさん目立ってないんですよ。だったら、アンチワープの反射枠で、目立つのもいいんじゃないかなってことで、今回は本当にね、コネクトスキルを使用しない前提でのスサノオの使用です。まあ、正直ね、私もコネクトスキルちょっと厳しいかなと思ったんですけど、まあ、これあえて今プレイ中にお見せするんですけども、そう、私の台湾版、一瞬ちょっと画面が飛びますね。はい、すいません。ちょっと雑な動画ですけどね。あ、こっちが。これ普通にゲームウィズで、これ私の台湾版のモンスターストライクの、はい、水属性アンチワープ反射、これだけなんですね。これしかいないんですよ。ガチャ券にだってはこのなんだっけ、あー名前どう忘れしたな、また1体だけなんですね、ガチャ券。じゃあ反射なくしてみようかって言ってもこんなもんなんですよ。これに対してダメージウォール。ダメージウォール。はい、いっぱい。反射。と、まあ、こんな感じでね。ダメ用の反射はいっぱい持ってます。あ、ここに一度スサノオがいます。まだね、重心化台湾版来てないんでできないんですけど、要するに、まだ、プレイしてる中には、もちろん私の日本版だと正直アンチワープの枠でスサノオを使うかって言ったら、まだ、使うかもしれない。正直強いから。はい。使うかもしれないんですけれども、何が言いたいかって言ったら、
アンチワープ枠として普通に使ってあげればめちゃめちゃ普通に強いんですよ。例えば新キャラが出ましたと。新キャラが出た時に、このアビリティを持っていたとしましょう。リジェね、アンチワープ、友情ブーストが素浴びで、友情が超強次元座とワンウェイロックオン、EL。で、SS が、自強化プラス、貫通弾いっぱい撃ちますよと。で、しかも超スピード型。結構強いじゃないですか。それだけでも。私はいいと思いますよ。だからね、そう、正直その低評価数がね、なんだろうな。やっぱきっと多分こう、もっと激しいのを期待したんでしょうね。重心が下位だし。あ、倒しきれなかったかな?いった。強え。ほら強え。まあ、今のはダムスの加速を拾ったおかげですよね。まあ、結局何が言いたかったかって言いますと、低評価多いけど、スサノオは別に弱くはないよと。そこをお伝えしたいです。はい。ですね。もちろんダメージオールが使えて損はないんですけども、ダメージオールの反射枠っていうえげつない戦争から、まあ、逃げたって言い方おかしいですけど、アンチワープの反射枠として今後は使ってあげても全然いいんじゃないかなと思います。だって友情強い、ステータス高い。で、おまけにリジェネ持ってて超戦型を持ってる。もう十分でしょ。だ考え方によっては、もう分岐と取るべきかもしれないですね。SS 溜まんなかったし。ちょっと溜めたいな。そうなんです。だからこれを分岐重心化として取っちゃえばありなんですよね。通常のスサノオさんが、まあ、ダメージウォール型の分岐。で、アンチワープ使いたいなって方は、こっちの、ほら強い、ほら強い。こっちの重心化回を使ってあげれば、まあ、この状態から戻せますからね、一応。まあ、ちょっと素材はもったいないけど。なので、そういう使い方してあげてもいいんじゃないかなと思いました。と、まあ、半分愚痴ですけどね。決してね、そんな批判的にならないだけでください。だって今までの重心化回イコールめちゃくちゃ強い。まあもちろんゴストがえげつなかったのありますけど、スサさんだって十分強いんですよ。それをお伝えしたかった次第でございます。どうもご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。スサノを使ってあげてください。ね、全然強いから本当に。ちなみに私の日本版の反射枠日本版の反射枠がどんだけいるんだろう。多分ね、でもそれでも結構使う方に分類されるんじゃないかな。だって、天草より強いよね、ぶっちゃけ。もちろん、直殴り天草だけど、その他の面においては、天草より強いんじゃないの。だってあの子限定だよ。で、スサノオはあくまでただのガチャだからね、この子。はい、ドン。あ、ワタツミか。そうだよね、ワタツミいるよな。でも、ワタツミ、どっちかっていうと重力枠のイメージが強いんで、で、友情コンボの火力もウンディーネと同等。私の持ってるキャラの中だと、もうトップクラスがトップじゃねこれ。だよね。多分この中で誰選ぶっつったら、まあ、でもギネビア選ぶけどね。可愛いから。ギネビアも強いけど、でも、十分全然上位に入るでしょ今の中でも。これ図鑑でも、いっそ図鑑。はい、ドン。ああ。ちょっと待って。プレミアムガチャだね。こうバーいるわけですよ、アンチワープの。だって上の方なんてもうほぼほぼ敵じゃないでしょ?で、下の方来て、やっぱトップクラスだよ。まあ、ガロは結構強かったけど、あ、そう、ガロ、思い出したガロだ、ガロ。台湾版で持ってた。ガロが強いけども、このアンチワープの枠の中でじゃ誰を好きに使いますかっつったら、私は多分スサノオが入ると思います。だって強いもん。今使ってみてぶっちぎりでしたね。はい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。チャンネル登録は大丈夫です。半分愚痴になってしまったんで。ほいじゃあ、バイバイ。低評価ばっかしないでね。モンスターストライクなの使ってみたいに。ね。バイバイ。